にちは、かなのあです。ピーン、のあです。今回はですね、一人で動画なんですけど、やっていきたいと思います。で、今回やる企画はですね、今流行ってるレインボートーストをお家で作っていきたいと思います。イエーイ。一人寂しいよ。ではやっていきます。材料から説明すると、まずトーストなんで、パン分厚めの方がいいのか薄めの方がいいか分かんないんですけど、でも一応薄めの買ってきます。8枚切りです。と、伸びるチーズ、チーズはとろけるチーズ、とろーんってするチーズがいいと思います。で、あと色をつけるために4色今回は用意しました。これを食紅です。まず赤と黄色と青と緑です。他にも紫とか作っても可愛いと思うんで、色はお好みで、でも今回はなおはこの4色を使ってやっていきたいと思います。この4つのお皿にチーズを入れていきたいと思います。量はお好みでいいと思います。適当。一応こんぐらいにします。これを基準に4つのお皿に入れていきます。こんぐらいの量を入れたらですね、温めます。温めます。まずラップかけて30秒か40秒ぐらい温めます。完全にトロントロンになるんじゃなくて、ちょっと固体だけど、まあ溶けてるかなぐらいでいいと思います。で、この食紅を入れていきたいと思います。で、食紅はなんかちょっとの量でもつくらしいので、なんかさ、あっそんなこと言ってたら、あーかーい。爪楊枝でくるくるします。わーすごい、見て、赤い。でも固い、チーズが。おー、とりあえずこんぐらい。次、青。折れちゃったよ。まあいっか、でも混ざったよねこれ。次、緑。なんか青と同じ色じゃない？緑だった。こんな感じでいいでしょう。次、黄色です。最後。でもこれ黄色意味ある？これさ、早くやんないとチーズが1個になっちゃうから、早めに温めてすぐ色付けした方がいいと思うから、みんなはそうしてね。はい、色がついたので、次はですね、あれを使いたいと思います。ドゥ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 、じゃーん。なんでしょう、これは。パン焼きやつです。これでパンをポンポンってやって、チーズをどんどんボンボンボン、完成ってなるんで、それやっていきたいと思います。まずはね、パンの上にチーズを乗せます。セットして、まずどれから乗せよう。黄色から乗せます。これ全部乗せ、待って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 、なんか硬い。次、赤、赤をドボンで、最後は緑。なんか緑の場所が少なくなっちゃった。こんな感じで4色のせたらですね、パンを揃えます。挟みます。閉じます。で、ここのなんかペラペラで詰めます。これで焼きます。焼きます。ちょっと弱火にしとこう。一応2分セットします。タイマー2分、スタート。こんな感じです。今なんかね、タイマーで測るよりね、自分の目で確かめた方がいいと思います。これで1回あげます。今1分ぐらいなんですけど、1分なんか経ったらですね、結構焦げ目ついちゃったんで1分ぐらいにします。なんか焦げつトーストを切ります。でもチーズまでは切り込み入れないで、ギリギリで止めます。熱い。で、もう片方もやります。あ、いい感じかも。伸ばします。いきます。でもなんか想像と違った。見て、色つく。
おいしい。なんかただチーズしか入ってないけど、なんかアメリカにいる気分みたいで美味しい。これしかも結構さ簡単に作れるんですよ。見てほら、今回はですねこのレインボートーストを作ってみました。結構簡単だし手軽に作れるし、なんか食紅以外はお家であるものだと思うので、みんなも作ってみてください。なんか今月クリスマスあるじゃん、クリスマスにもとってもいいと思う。クリスマスだから赤と緑に半分ことか絶対おしゃれ。チャンネル登録と高評価お待ちしてます。コメントもお願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。